吉田さん、人生を振り返るときに大きなイメージが根付いてることって結構あって、それこそね、昨日のことのようにってのがあるんですけども、私が振り返るとね、ある場面ある場面に吉田さんの出現確率って結構高いんですよね。そうですね、例えばね、初めて六本木ヒルズに行ったときにカメラを構えて、まあぼーっと立ってる吉田さんと、まあ、この人は誰なんだろう、でも分かんないけど、ここの空間にいるってことはヒルズ族なんだろうなと、稼いでるんだろうなと思いましたね。まあけどその時は大したコミュニケーション取れずに去っていったって形だと思いますけども、まあけどね、なんかさまざまな機会を通じてまた思ったのは、まあ吉田さんに広島来てくださいって言って、まあ来てもらった時に、あ、ついにこの日が来たなと、自分の力を見せつける時が来たなとかね、あとインタビューで呼ばれて速稼塾の塾生さんが早速年収1000万を達成しましたよみたいなね、そんな報告を言った時に、うん、まあ、あの対談をさせてもらったということですよね。まあ、あれもなんか、あ、俺若かったなと思いますよね。まあ、他にもいろいろとあるんですけどもね、車の件とか、こう書き込みを私がしたところとか、クロームブックニヤニヤして見せたところとかね、なんかどれを撮ってもね、楽しかったなと思うし、振り返った時に、これから先ね、振り返った時に今こうしていることも、いや、ああいう風にして思い出したよねみたいな思い出があるみたいなね、ずっと使い倒せますよね、記憶とかっていうのは。で、辛くて苦しかった時のことはなんかね、全然ないんですよ。あったかもしれないけど、それすらなんかこう笑えるエピソードっていうかね、うん、いや、いろいろあったなと。それこそあれだけのね、この動画のやり取り、一日に何十本もやり取りしていたこととか、吉田さんが移動中にでも送り返してきたこととかね、うん、いや、すごいなと思いましたよね。で、ここまでのことを見せつけていて、なんで稼げない人が出てくるのかなっていうふうに感じたことです。まあでも、それはいろんな人の立場や考え方とかがあって、しょうがないんだろうなと思いますけども、うん、まさにね、昨日のことのようにって言葉、もう今さっきこの瞬間のことのように思い出しますね。で、振り返ってみると、おそらく過去の動画ではその年数分だけ若い私たちがね、そこにいるんだろうなと思いますけども、まあ振り返る時間すらないぐらい今はこの瞬間に全力投球だし、過去に関してもこれからのことに関してもしても全然こう後悔もないしね、うん、人生は何ぞやと言われれば確認か、確かにそう言える部分もあるかなと。人生はね、あ、俺これやったなって確認とか、あ、これでよかったのかなって確認とか、最終的には、いや、俺という人間で得したなと、もう絶対俺以外の人間にはなりたくねえよみたいなね、そういうふうに思えるのか、俺で最悪だったと、全然いいことなかったっていうふうに振り返っちゃうのかですよね。でもおそらく私自身も吉田さんもどうしても避けたかったね、理不尽なこととか不条理なことってあったと思うんですよ。でもこうして振り返ってみると、そんなことよりも俺はこれをやったぞって、投げ出さなかったぞと、やり抜いたぞと、結果は出なかったけども、そのプロセスにおいて恥じることはしなかったぞみたいなこととかね、そっちの方の方が際立ってきて、結局過去を肯定ができちゃうと思うんですよ。しかも未来においてそれも生きているっていうかね、これからどんな嫌なことがあっても、それは自分の人生を構成する一要素であって、結局は、ああ、俺でよかったって思えることの反対側なんだろうなと思うわけなんですよ。で、これをね、私ちょっとイメージした体験がありますので、ちょっと聞いていただきたいと思います。あの、ずっとね、カンフーをしてきたんですよ。今でもやってますけど、そうやって型を組む中ですごく不可解なことが、まあ、今まで深く考えないことがあったんですけども、型をするときにね、例えば打撃を与えるときに肘打ちを横に食らわすときに、ここの肘だけでいいわけじゃないですか、ドーンとやれば。でもなぜかね、この型をやるときに反対側の手の型も大事になってくるんですよ。具体的に言うとこうですね、こうすることによって実は片手でやるよりも威力が増すわけなんですよ。こうね、これなんでなのかなと。多分こっちが成果であったら、こっちが水面下の部分であって、結果に
直接は関係ないように思われるようなこっちの動きがこちらのね作用反作用かボディメカニクスか分かりませんけどものすごく影響すると思うんですよ。だから負の部分ってきっとさらなるプラスを生み出すときに必要だったりするんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと分かりにくい例だったかもしれませんけど私すごく腑に落ちたことだったんでねお話しさせてもらいました。おりゃっていうときに確かにこっちの方がいい加減だとこの打撃のエネルギーが落ちるんですよね。だからこう型があるんですよ。特にこの型この型この肩、こう、全部ね、全部が連動していて、下半身も見せたいんですけども、大地を踏みしめる足がね、こう、打撃をグッと加えた瞬間に足がどうなってるかっていうと、イメージで言うと、両足が下に向かってグッと両側に、こう、開くような感じなんですよ。実際足動かないんですよ。動かないんですけど、グッとエネルギーがね、外に向かうような感じなんですよ。そうすることによって、踏ん張った足のエネルギーが、足から腰、腰から胸、胸から腕に伝わって、とてつもないエネルギーを生み出すんですよ。中には波を起こす人もいるんですよ。体の中の波を起こしてその波のエネルギーをガンと加えてワンインチパンチっていうのをね成功させると。ワンインチパンチってすごいですよ。ここに対象物があってまさにこれだけの距離なのに相手を吹っ飛ばすわけですよ。たった10センチですよ。ガンとぶつけることによって相手を吹っ飛ばすんですよ。通常空手だったら体重の移動によってパンチのエネルギーを相手に伝えるんですけども、おすごいねカメラのね効果が出てますね。パンチが際立ってるすごい面白いねやっぱりこのカメラ。うん。だからね全身でエネルギー波を起こしてそして一点に集中させるっていうのがなんか一連の動作になってるのが中国武術だから本当に形が美しいんですよ。どんな型を取ってもだからカンフー映画って最近のカンフー映画はね全体を見せてくれるんで特に洗練されてますからね、うん、だから私の胸を打つんだろうなと思いましたね。本当美しい中国武術ってのはなんか共産党に洗脳されてるかもしれないですよね中国武術はその西洋のボクシングとかのよりも圧倒的に美しいなと思いますね。まあボクシングもすごく美しいんですけどもでもいわゆる直線的で打撃的なんですよね。中国武術ってのは武術、術自体がすごく美しくって美しければ美しいほど打撃も強いわけなんですよね。でそれは大地のエネルギーを足から伝えてねグッと踏み踏ん張ることによってこう起こすこう手をね上に開くのかそれとも拳でこう、握るのかだけでも全然違うんですよね。ちょっとこの話はまた別でしたいと思いますけどもなんかよくわかんないことになってきましたけどね。そのビジネスも実はこう売上を上げるここも大事だけども実はねこっちの方で反対側でやってる地味な作業とか表に見えない作業も非常に大事なんだろうなと思いました。そういう意味で言うと六本木術の売上を支えていたのは吉田さんでいることのね、その力が大きかったなと思うんですよ。で逆の立場で言うと六本木術の運営会長も吉田さんを失ってもねさらに強いエネルギーが出るように全体のポートフォリオを組んでると思いますんでいたらいたで最大限活用したと思いますけどもいなければいないでいないことを利用してさらに大きなエネルギーをね作っていくんだろうなっていうふうに今度吉谷さん目線からその会長目線で考えてもねちょっと名前は出しませんけど会長目線で言っても結果大きなものを残せるようにこっちの見えない作業の方をね組み替えてきたんだろうなと思いますね。はい、こう考えるようになったのもやっぱ一山当てだからかなと思っております。じゃあ人生は確認、高橋がなりさん行ってみましょう。